炎は浄化なり。聖火の誠の教えを広めましょう。もしそこのあなた、その手にあるのは、ああ、私はずっと探し求めておりました。聖火に選ばれた方に出会える日を。私の名はプロメ、旅の神官です。聖火神の代理人たるあなたと共に旅をさせてください。我らの進む道は決まった。この世界にも争いがあふれているようだ。私はセレノア・ウォルホート。ウォルホート、君の信念を聞かせてもらえないか。私の剣をその役に立てよう。リークですにゃん。うわー、救える命を全て救います。立派な聖火騎士になるために。ハハハ、ノリよく行こうぜ。旅の中で腕を磨かねばなるまいな。患者を守るのも薬師の使命です。いろんな踊りを見てみたいな。ノリよく行こうぜ。私の魅力を磨かないとね。おお、君も遺跡に興味があるのかね。いつか一人前の商人になるんだ。Thank you.
私は両親を、あ、すごい神官になってみんなを楽させてやるんだ。握るべきは拳ではないのです。魔物の気配を探りたいのか。新しい知識は人生を充実させてくれるわ。ハハハ、ノリよく行こうぜ。君の話を聞かせてくれないか。一人前になってやる。いつか一人前の商人になるんだ。弱き者を助けるのは貴族の務めです。秘密の何でも早いのが一番だよな。いいだろう、手伝ってやる。私でよければ。旅の中で腕を磨かねば。人助けこそ最も旅の中で腕を磨かもっと頑張らない。ラマス商会へようこそ。カルツ貴族団の名を必ず轟かせる。私の力が必要？すごい神官になって。魔物の気配を探りたいのか。君の話を聞かせてくれないか。この大陸にはいろんな伝説がある。義賊に憧れる。義賊に憧れる。ただの盗賊。私の魅力を磨かないとね。俺は商人。私の仕事は高くつく。いつか君も僕のファンかい？立派な学者になるために伝承から早く一人前の踊り子になるんだ。ご期待に添えるよう努力いたします。私でよければ。何でも早いのが一番だよな。人助けこそ最も素晴らしい。
ここはオルステラという場所なのですか？ロゼリアとは別の世界があるとは。私は故郷から出ずに育った世間知らずです。よ、フレデリカ・エスフロストと申します。どうぞよろしくお願いします。人助けこそ最もす聖火の教え解いて。俺は商人みたいなもん。弱き者を助けるのは気。商談成立だな。私にふさわしい人。聖火のお導きがありますように。私にふさわしい人いるか。私の仕事は高くつく。より美しくやりち。どんなやつも料理してやろう。私は両親を安心させたいんだ。ま、大人の仕事ってやつさ。俺は完璧な回答。聖火の教え解いてあげるわ。立派な聖火騎士になるために。いいだろう、手伝ってやる。義賊に憧れるただの盗賊。立派な聖火騎士になるために。おいおい、本気か。正義の味方と評判のあんたが俺なんぞに声をかけるとはな。それとも俺に押し付けたい汚れ仕事でもあるってわけか。まあ何でもいいさ、金さえもらえりゃな。カリウド・カージスだ。よろしく頼む。すごい進化になってみんなを楽させてやるんだ。私の名はヒースコート、レイバ。俺は商人みたいなもんです。私はコニー、未来の。僕の武勇を後の世に伝えてほしい。共に旅をしよう。商談成立だな。商談成立だな。私の魅力を磨かないとね。秘密の多い女の子って素敵でしょ。Thank you.
観客になってちょうだい。すごい進化になってみんなを楽させてやるんだ。ああ、鳥が飛んでい一人前になってやる。ははは、ノリよく行こうぜ。私は両親を聖火のお導きがありますように。伝承から様々な学びを得たいのです。立派な学者になるために、立派な聖火騎士になるために。人助けこそ最もすば患者を守るのも薬師の使命です。いい観客になってちょうだい。立派な学者になるために、魔物の気配を探りたいのか。立派な聖火騎士になるために。いいだろう、手伝ってやる。すごい進化になってみんなを楽させ旅の中で腕を磨かねばなるまいな。ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。ここはノゼリアではないのか。俺はグリンブルク王国の第二王子、ロラン・グリンブルクだ。しばらくお前の旅団に加えてくれないか。俺の槍は頼りになるぞ。おお、君も遺跡に興味があるのかね。ラマス商会へようこそ。伝承から様々な学びを得たいのです。握るべきは拳ではないのです。このムールーにかかれば造作もない。いいところに通りすがってくれた。人助けこそ最もラマス商会へようこそ。ラマス商会へようこそ。義賊に憧れる、ただの盗賊だ。かっこいい義賊、それが旅の中で腕を
救える命を全て救います。君も僕のファンかい？私の仕事は高くつく。君の話を聞かせてくれないか？俺には誰かに。いいだろう、手伝ってやる。立派な。君も僕のファンかい？ずいぶん賑やかだな。俺も加えてもらおうか。ここはノゼリアではないのか。参ったな。グリンブルクに戻りたいのだが。